はい、次はマグロのユッケですね。マグロのユッケ、どんなユッケかというとですね、でマグロのユッケのタレをかける前に、よいしょ、この海苔で食べてね、海苔です。そしてこのユッケをこうかけたりしますね。うん、よし。でもね、よし、食べてみたい。うん、なかなかの、うん、マグロの味わいに、ユッケのちょっとした辛さがあって、今結構美味しい味わいですよ。なので、なかなかの辛さプラス美味しい味わいです。結構このユッケとしてはいける味なんじゃないかなと思いますね。結構味もまろやかで、そういったところがなかなか美味しい味を引き立たせてるなといったところです。どうもありがとうございました。